私こういうの全部初めてだからどうしたらいいのかなってなんだろう怖いとは違うと思うんだけど大丈夫。あのね、私アビーと仲良くなったの。いっぱいお話しして、いっぱい遊んだの。いっぱい一緒にいて、いっぱいお菓子を食べて、楽しかった。邪神？私もフォーリナーだよ。ボイジャーもそう。アビーたちは私と違うね。外宇宙？それはなんだかよくわからない。ユニバースのことでもないみたいだし。でもね、わかることあるよ。どう言おうかな。まずね、私は大気そのもの。それが私だよ。で、大気を名乗るそっち系のフォーリナーが来たとするよね。その子は大気そのものじゃないの。大気のように振る舞う何かではなく、いないもの。何かのように振る舞う誰かの見た夢。私と違って星にひもづいたりもしてないの。そこにいるようでどこにもいない。どこにもいないようでそこにいる。不思議だね。とっても不思議。あったり見たりできないと思ってたけど、サーヴァントになったら誰とでも友達になれる。私とアビーも。楽しいな、楽しいな。チョコレートも一緒に作ったんだよ。はい、あげる。中にはね、チョコがたっぷりだよ。甘いよ。コアラだよ。嬉しい？マスター、チョコもらって嬉しい？私は嬉しいから喜ぶね。マスターに贈り物ができて嬉しいな、嬉しいな。それにね、私知ったんだ。あげた時のことを考えながら物を作るのってとってもとーっても楽しいんだね。50アルポンドになります。ありがとうございます。ほら、マスター、ぼさっとしない。お客さんの流れを止めちゃダメ。
人気サークルに求められるのは丁寧な応対ではなく、とにかくスピーディーな客回しなの。お客さんの待ち時間を1秒でも減らしてあげるのが最高の接客と心得なさい。先生はあなたよ。私も手伝ったけど、これはあなたの本なんだからね。はい、次の方。ああ、2列で、2列でお並びください。新刊2冊ください。すみません、在庫少ないので一限となっております。おお、新刊5冊積んでくれ。ならこっちは新刊10冊いや30冊だ。金なら出す、箱ごとくれ。限定1冊って言ってんでしょうが。完売、完売です。マスター×編集、夜の健全打ち合わせ、ネタ出ししちゃいましょうは完売しました。ありがとうございました。わー、なんとかさばききったって感じね。午前中に完売だなんてすごいじゃない。次からはもっと部数増やしてもいいかもね。おっと、水分補給はこまめに、熱中症には気をつけてね。さてっと、それじゃあ手伝いはここまでね。他の先生方への挨拶回りもしなきゃだし、私はこの辺で失礼するわ。あなたは撤収作業の前に、頼まれたスケブをしっかり終わらせておくように。それだけ人気者ってことよ。最大限の感謝を持って爆速で書き上げなさい。ではでは、お疲れ様でした。こそこそ。そわそわ。いやちょっと待って、不審者とかじゃないから。失礼。僕は通りすがりのファンです。憧れの先生に挨拶をと思ったのですが、ちょっと緊張してしまいましてね。ははは。初対面ですが。おっと、それとも今のはもしかして口説きのセリフだったのかな。ははは、いけませんよ先生、冗談でもファンにそんなことをしては。なんか役作り間違えたかしらね。このキャラ喋りにくいわ。まったくもって初対面ですが。いえ、そんなことはどうでもいいのです。僕はただちょっとした差し入れをお渡ししたかっただけでして、お忙しい先生の時間を奪ってしまうのは本意ではありません。ですので、こちらをどうぞ。迷惑かもとは思ったのですが、ただどうしても一人のファンとして先生に感謝の気持ちを伝えたくて、ちょっと恥ずかしいので手紙は後で読んでいただけたらと。後で読めって言ってんでしょうが。天地神明に誓って初対面ですが。まあそのあれです、創作する方々にとっては
もしかしたら理解しにくいことなのかもしれませんけど、好きなものをただ好きだということが我々一般人にとっては少し怖いことでもあるんです。本当に好きなものであればあるほど傷つかないよう胸の奥にしまっておきたい。あ、いや、そうじゃなくて、そんなことが言いたかったんじゃなくて。もうまどろっこしい。要するに、あなたのファンはいっぱいいるってこと。たとえ言葉にはできなくても、態度で示せなくても、あなたという作品を陰ながら応援している人はたくさんいるから。あなたは、あなたが思うように生きなさい。どんな結末を迎えるとしても、ファンはそれを見届けるから。あ、でも一部のファンのご機嫌を伺いすぎるのも作品としてはマイナスになりかねないから、やっぱ今言ったことは話半分で。おやおや、マスター様、どうなさいました？あー、はいはい、バレンタイン。そういえば、そんな時期でしたね。はい、そうですね。このロクスターも、ちゃんと用意してましたもん。はい、毒キノコ。おやおや、マスター様、もしかして期待しちゃいました？やだもう、マスター様ったらやらしい。こんなキノコ女相手にまで何考えてるんですか？そういうのはネロ様におねだりしてくださいです。ちゃんと構ってあげないとネロ様拗ねちゃいますよ。さて、馬に蹴られる前にお邪魔虫はさっさと退散しますかね。というわけで、マスター様お疲れ様でした。さよならバイバイ、アリーペデルチ。あっさり捕まった。マスター様、アサシンより早い。荒ぶっておられますね。わかりました、マスター様、どうか聞いてください。このロクスタはマスター様にお仕えするサーヴァントですが、同時に麗しき皇帝ネロ様にお仕えするアサシンでもあります。であるならば、このバレンタイン、無様な皿を晒すわけには参りません。ネロ様の威信にかけて至高の一品を追い求めねば。ましてや、どうせまた毒キノコでしょとか思われようものなら、ああ、それはし。そうしてロクスタは最高の食材を求め、サバンナの秘境のジャングルの奥深くに足を踏み入れたのです。で、見つけた食材がこれってわけよ。はっはっは、マスター様ったらご冗談を。魔人中のスイーツなんて、そんな土地狂ったネタ他にあるわけ。マジかよ、カルデアおっかね。お下がりを。マスター様のことはこのロクスタが命に変えてもお守りします。この顔です。
ち捨てがまってやる。チェストゲルマン民族大移動。して夕日をバックに殴り合い、友情が芽生えたのであった。マスター様の部屋のセキュリティ情報を提供することで和解が成立しました。ご迷惑をおかけしました、マスター様。こちらお詫びの品になりますです。すみません、一応作ってみたちゃんとしたチョコです。いえ本当普通の何のひねりもないチョコでして、本来はお見せするのも恥ずかしいというか、ですから、その…よろしかったら、お召し上がりください、マスター様。やっほー、マスターいる？まあ、いるよね。僕とのバレンタインだもんね。ちゃんと部屋で待っていてくれてありがとう。他の用事入れてないでしょ？朝早くから働かせるカルデアのことだから、また妙な事件が起きて。おかしな得意店に連れて行かれていないか気が気でなかったけど。っていうかそんなことになってたらその得意店消し飛ばしてるけど。何事もなくてラッキー&ハッピー。これも日頃の行いの賜物みたいな。嘘、僕のマスターかっこよすぎ。ん？今は休みよ。水着だからね。クールはビーチで死ぬものでしょ。って恋人同士の甘いトークは一旦中止。ここだと邪魔が入ってくるし。来てマスター、この日のためにいい場所取っておいたんだ。はい到着。ブリスティンのビーチにようこそ、マスター。途中で君を落としてしまわなくてよかった。竜は宝物をがっしり掴んでいるものだけど、一番大切なものほどうっかりなくしてしまいがちだからね。ええ、そう、なぜか残っていたの。陛下らしくない後処理の雑さだけど、誰もいないんだし使ってもいいと思う。陛下には後で私から注意しておくわ。得意点消し忘れていましたよって。何用です、メリュジーヌ。報告があるとのことですが、あなたに任務を与えた記憶はありませんが。ああ、少しは海で泳げるようになったのですか？ううん、そうじゃなくてありがとう陛下。得意点バッチリ使わせてもらっちゃった。誰がそこまでランスロットと命じたか。さて、それじゃあまずはこれから。そこの椅子に座って。マスターはそっち、私はその対面。うん、
青い空がパノラマでよく見える。でもこっちの空色も素敵なはず。はい、召しませマスター。私からバレンタインの贈り物。死んじゃうかもってくらいバーゲストに鍛えられた甲斐があった。素材選びに容器選び、取ってほしい栄養素まで考えなさいとかすごく細かかったけど、そんなに喜んでくれるなら努力してよかった。バーゲストに感謝しよう。でもこれは未完成。画料転生を書くだっけ。最上の思い出になるにはもう一工程必要なものがある。わかるマスター？そう、あとは二人で味を確かめれば完成。ただし今回は特別ルールを設けてあります。ルーラーだけに。一口ごとに私のいいところ言って。少なすぎて足りないかもしれないけど、それでもちゃんとマスターの声で聞きたい。ダメ？ない。っていうかもうこっちがお腹いっぱい。私生命として完璧で欠点がないから、周りから疎まれたり怖がられたりするけど、君はそういうの気にもしていなかった。うん、鼓動で分かってはいたけど、言葉で聞くとすごく嬉しい。それでバレンタインのお返しは十分だけど、もっと甘えたくなってきちゃった。つよつよだけど弱々なドラゴンだから。ほら、鈴鹿が言ってたわよね、ビーチで泳がないのはもったいないって。日が沈むまであと1時間しかないけれど、浅瀬で泳ぎを教えてマスター。苦手な海の水をあなたの手で克服させてね。